こんにちは、 YouTube テラコヤへようこそ。小箱と小林です。今回はですね、ご覧になってお分かりいただけますでしょうか。私のお寺上昇寺のですね、本堂が2019年の11月から改修工事がありまして、その改修工事が終わりまして、先般5月の1日にですね、現座式といいまして、仏様が本堂にお戻りになりまして、工事が完成しましたので、この新しい本堂からですね、撮影の方をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、なぜ納骨をするのかというテーマについてお話をしたいと思います。私どもご法事を務めておりますとですね、四十九日の時にですね、私の地域では納骨をすることが多くなっております。でこの納骨をする時にですね、聞かれたんですね。お寺さん、納骨をする意味について教えてくれと言われたことがあります。四十九日あるいは一周忌、それからお盆、こういった節目節目にですね、納骨をされるんですけれども、なぜお墓にお骨を入れるのか、そんな意味について、それからですね、だん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 この田舎の方はですね、お墓を守る、つまりお墓の管理をするっていうことがだんだん難しくなってきまして、例えば息子さんや娘さん、若手の方が都会に出て行ったり、後を継ぐ方いなかったり、そんなことでお墓の管理、維持管理ということが難しくなってくる。そんな中で、無縁墓が増えてきている。そんな中で改めてなぜお骨をお墓に納めるのか、このことについてお話をしていきたいと思います。まずですね、お墓の起源、仏教のお墓の起源は何だったかと言いますとですね、これは実はお釈迦様、釈尊にまで遡ります。お釈迦様が亡くなられた後にですね、お釈迦様が荼毘に付される、つまりこう火葬されまして、このお骨が残るわけですね。そしてこの残されたお骨をですね、分配をしまして、そしてこの10個の塚が作られたと伝えられています。でこの10個の塚が作られまして、この10個の塚にですね、お骨を納めまして、こう塚を作る。でこの塚のことをですね、ストゥーパというふうに言います。ストゥーパ、このストゥーパ、これ漢字を当てますとですね、外場というふうになります。これよくお墓なんかで見ますと、この木のですね、こういう形のやつですね、あれ外場というふうに言いますけれども、あの外場の語源といいますか、起源がストゥーパというふうに言われております。つまりこのストゥーパ、外場というのは、お釈迦様のお骨を納めたこの塚だった、これが起源だったわけですね。最初は10のストゥーパが作られまして、そしてこの10のストゥーパをですね、アショーカ王という王様がですね、もっともっとたくさんのところにこの手を合わせる、お参りをする場所が欲しいということで、8万4000のストゥーパを作って、この礼拝する場所を作ったというふうに伝えられております。つまりお墓のルーツはですね、お釈迦様のご遺骨を納めたこのストゥーパに遡ることができるわけですね。この亡くなった方をですね、埋葬をして死を悼むという作業をですね、実はとっても人間らしい行動でありまして、逆に言うと人間以外の動物でこの埋葬をしたり死を悼むというのはないというふうに伝えられています。仲間が死んだということでこの死体を眺めてですね、悲しむ動物というのはいるそうですけれども、わざわざ穴を掘って埋めてこの手を合わせるなんていうのは人間しかいないんですね。ですからこの埋葬して死を悼むというのは、実は人間が人間であることの一番のこう証になっていくわけですね。さあそしてお釈迦様よりももっともっと遡ること、約6万年前、シリアのデデレ洞窟というところにですね、実は埋葬の最も古い歴史があります。これはこのデデレ洞窟という洞窟の一番奥にですね、大人3体とそれから子供1体の骨が発見されました。普通ですね、亡くなってこの死体が転がっているとですね、昔だったら動物が来てですね、食い散らかしてしまうんです。ですから骨がバラバラになってしまう。それがこの洞窟の奥深くにわざわざきちんと大人3体子供1体が残されていた。そこからですね、これは実は洞窟の奥に埋葬したんではないかと推定されています。そして実はこの
洞窟の奥にですね埋葬されてるだけではなくて、この骨のですね近くにですね花の花粉の化石が発見されているんです。このお骨の周りにですね花の花粉があった。でこの花というのは洞窟には咲かない花の花粉だったんです。ということは誰かがわざわざこのご遺体を埋めたところの周りに花を置いたということが推定されるんですね。言ってみればこの埋葬して花を置いて死を悼んだ形跡が残っている。つまり埋葬の最もお釈迦様よりたどって最も古い埋葬がこの6万年前まで遡ることができるわけです。6万年前といいますともう私どもは人間ですけれどもですね、もう半分猿に近いような原人と言われるような、状態だったんですね。今のような文明もありませんし、道具や言葉をうまく使ったりするような、時代ではなかった。それでもこの洞窟の奥にわざわざ埋葬して花を手向けるという行為をですね6万年前の原人の状態からこうしていたということが伝えられてですね、ですから死を悼むという作業は最も人間が人間らしい行為である。そしてお骨というのはですね実は一番綺麗な状態なんです。私どもは生きておりますといろいろなものを食べたり飲んだりして、そして排泄をしていきますね、排泄をしたり汗を流したり鼻水を出したりよだれを垂らしたり、私どもは生きている間にいろんなものをですね垂れ流していってしまう。実は生きている人間というのは、汚い状態なんですね。ところがお骨というのは、焼いてしまうとですねそういった汚いものも出ません。それから細菌もありません。今新型コロナウイルスでまさに日本全国世界中が大変な状態になっておりますけど、お骨が感染することはありませんし、お骨が感染のもとになることもありません。お骨というのは実は一番きれいな状態なんですね。ですからこの汚いものを生み出す人間の体を最もきれいな状態にして、そして埋葬して手を合わせるっていうのは最も人間らしくて最も尊い行為ではないんでしょうかね。そして先ほどアショーカ王という王様が8万4000のストゥーパを作って手を合わせる場所を作ったというふうにお話をいたしました。実は仏教では8万四千の法門という言葉があります。法門というのは法の門、つまり仏教の教えを伝えるための門、仏法の門であることから8万四千の法門という言葉がございます。このストゥーパ、つまりお墓ですね、お墓というのは仏法を伝えるための入り口であったわけであります。そしてこの門という字にですね、下にこの門の中に耳という字を入れますと、これは聞くという字になります。浄土真宗では仏法を聞く、法を聞くと書いて門法というふうに申します。つまりこのお墓というのは何であったかと言いますと、8万四千の法門、つまり仏法、仏教の教えを聞くための入り口であり、そこに耳を傾けていくということは門法に他ならないわけであります。ですからお墓にお骨を納めるということは門法の第一歩になっていくわけでありますね。はい、いかがだったでしょうか。なぜ納骨をするのかということについてお話をさせていただきました。このチャンネルでは仏教のこと、お寺のこと、浄土真宗のこと、はたまた関係のないことまで様々動画を作ってまいりますので、今後はですねこういってご覧になって分かりますように新しい本堂から撮影の方をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。